皆さん、ごきげんよう。マリアナです。海の元気にしてた？本日は、私、マリアナ・ギガンテより、皆様へ、だわわわ知らせがございます。私、この YouTube チャンネルが登録してくださってる方、50万人を突破したということで、ファンミーティングをさ、開催しちゃおうかななんてお話、なんかどこかでポロリとしたような気がするんですけれども、その後ね、企業さんが、あちらこちらに飛び回って、ファンミーティング、会場をね、探し続けてくださっておりました。ほいでほいで。ほいでさ、日にちだけでも、早く教えてほしいって、結構おっしゃってくださる方、多いもので、本当に日にちだけ伝えるための動画です。時間とかちょっとまだ決まりきってないと思う。私、マリアナ・ギガンテのファンミーティング、開催日がですね、ちょっとごめんなさい。これちょっと見ないとごめんなさい、わかんない。マリアナ・ギガンテファンミーティング、まずはね、東京、来年2025年の1月25日、チケット情報、イベント詳細は11月中旬頃までにはチケット情報、イベント情報は11月中旬頃までにはお伝えいたします、とのことです。おいでさん、私、もうちょっと何て言うんですか、東京以外の方、東京以外の方々にもお会いしてみたいな、なんつってお話ししたらさ、他の地方の会場も企業さんがさ、現在探し回ってくださっておりますので、そちらの方も決まり次第 SNS だとか、なんかもしかしたらこうやって YouTube でお知らせすることもあるんじゃないのかしら、だもんでそこら辺も含めてチェックしていただけたらなと私考えてございます。おいで、どこ行っちゃうの、なんか変な操作しちゃった、やだ、もう何なんだこの。だもんで、この動画の中でお伝えできることは、日にちのみでしたね。そういうことでございます。よろしくお願いいたします。1月25日、お覚悟のほどをよろしくお願いいたします。おいで、ね、ああ、これ、見える？私今着てる T シャツ。可愛らしいでしょ。こちらの T シャツは私がメインモデルを務めさせていただいている T シャツなんですけれども、私のさ、動画、この動画をさ編集してくださってるぽよまろくん、ぽよまろくんとぽよまろくんの彼氏、ぽよまろくんの彼氏、お二人でデザインしてくださってT シャツでございます。2種類あってさ、2種類、あ、これちょっと邪魔だね、これ2種類ございます。50万人突破というのをお祝いしているので、50万人ありがとう的な、なんかそういうなんか言葉書いてある。こちらがホワイトの絵柄でございます。可愛らしいでしょ。このアヒルちゃんの足は私の足ですよ。見ればわかると思うけど、こんな美しい足。この T シャツは
いつもさ、私アーティストのモネさんという素晴らしい方がいらっしゃるんですけれども、その方とコラボレーションしてる時の T シャツとまた違った商品となってございます。 T シャツ自体の形が全然違うんだよね。このヴィンテージの風合いも楽しんでいただける T シャツとなっております。いわゆるビッグシルエット T シャツっていうの、実際にねちょっとサイズもね今回大きい作りになってる、身幅が大きい。これもちょっと私読ませていただく。サイズは2種類 M と L、 日本のサイズ感で言うと L と XL みたいな感覚だと思ってるんだけど、私詳しくは販売サイトの方にこうサイズのさ寸法っていうの、そういうの書いてあるから必ずチェックしていただいて。着丈は短め、身幅が広めのビッグシルエット T シャツ。私着用してるのが L なんですけれども、結構着丈が短くって、私のように勇ましい方でもショルダーがドロップする。私これ普段着ておそらく3回か4回くらい洗濯して乾燥機もかけたんですけれども、だもんでちょっと色落ちしてると思う。この商品ね、洗濯時の注意あったと思う。洗うとさ、こう他の洗濯物にしばらく色移りする可能性あるからさ、最初の方は単体で洗ってちょうだい、お願いいたします。詳しくはサイトの方でチェックしてもらって。うちは白だから色落ちとかないと思うけど。ほいで、このプリントも今回はシルクスクリーンではなく、少しこう薄くなってくる感じを楽しんでいただきたいので、なんて言うんでしたっけ、忘れちゃった、シルクスクリーン以外の何か古着感を楽しんでいただける一品となってございます。はい、で発売日か、この動画が出てる頃にはもう発売されてると思う、おそらく。なんか期間とかそういうのはなんかこの辺りにポルマル君が入れてくれてるんじゃない、どうでしょうか、入れてくれてる。ありがとうございます。ほいで、受注センサーなんだけれども、ファンミーティングまでにお届けできるように企業さんが努力してくださるそうなので、そのあたりも含めてぜひご検討くださいまし、あ、ご検討じゃない、ごめんなさい、買うてください、お願いいたします。以上かな、以上みたい、私からは以上です。以上だったと思う。よろしくお願いいたします。はーい。これは、言ったね。あと何言わなきゃいけないとかある？ないね。ない。はい、じゃあ、終わりますね、この動画。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。はい。